えー、静岡県で、有、え、感、ー、地震が相次いでいるということで、まあ、皆さんも気になっていることでしょうので、えーまあ、ちょっとこれをお話しさせていきたいと思います。えー、静岡県を震源とします、えー、震度3の地震が2回発生しました。えー、一つはですね、えー、静岡市ののまあ大体あのー まあ、あの清水区というところがあるんですけどもこの清水のところで、まあ、発生した地震そして浜松市より少し西に行ったところで、えーまあ、震度3の地震、まあ、震度3を観測したのは愛知県の新庄市というところでしたけども、まあ、静岡県内でも震度2の揺れを観測していますでこの地震について、まあね、皆さん気になっているかと思いますのでお話しさせていただきます、えー、これららの地震は3月末からですね かから4月ににけて起きた地震とということになりますで皆さんが、まあ、危惧されていたのはこの地震が、まあ、南海トラフ巨大地震を、まああのまあ、何かしらの影響を与えるんじゃないかというね、えー、話がありましたで結論を先に述べさせていただきますとこの2つの地震は南海トラフ巨大地震には えーまあ、ほととんど関係がなないいのかなとは見てはいますただ、あのー、今後この2つの地震が、まあ、南海トラフのそういった水域に、まあ、誘発させる可能性は、まああのーまあ、結論から言うとないとは言ってはいますけども、まああのーまあまあ、関係がないということは、ね、完全には言い切れないという部分も実はあります。 あのただあの、大きな巨大地震が発生する前というのは、えー、極端に、まあ、有感地震、無感地震も含めましてその水域では、えー、地震活動というものがあの急に止まってしまうという、ねえー、事例があるんですよ。まあ、その点を含めてまだ地震が、まあ、小さな地震が、まあ、続いているということなのであれば、えーまあ、この先起きることは、まあ、少なからず、まあ、ないのかなと見てはいます。 ただ、あのー、2009年になるんですけども、これはおそらくまあ東海地震の1つとねまあ考えてもいいだろう、2009年の駿河湾地震というものがあるんですね。このの地震で、えー、静岡県の 静岡県で震度6弱の揺れや震度5強の揺れをこう観測している、まあ、強い地震がこうあったわけなんですけども、えー、この地震はえ南海トラフのですねさらに北側の部分にいた部分、えー、駿河トラフというところであったんですね。でえー、このの湾での こう来た地震で、えー、これはおそらく東海地震なんじゃないかいよいよ動き出したのかっていうね当時ニュースでも話題になってました。ただあのその2年後に起きたね東北地方太平洋気地震によってこの地震は消されてしまいましたけども、えー、ただこの地震、えー、実際に東海地震の溜まっていた歪みが、えー、少し解消されたということがまあのちょうど分かってきたと。 えー、いうところで、まあ、おそらくこれが東海地震だった可能性がまあ、極めて高いということが言えます。ただ、あのフレット境界型ではないんですよね。このとあの鶴川地震というのはね。で、あの静岡市の清水区で起こった震度3の地震に関してなんですけども、この2つの地震に関して共通点があったんですね。 えー、それは横ずれを含む、えー、逆断層型ということで、えー、この横ずれを含む逆断層型はこれはプレート境界型の、えー、地震では絶対に見られない形となります。えー、プレート境界型で、えー、見られる、えー、地震のメカニズムは、えー、突き上げ断層と呼ばれている えー、定格逆断層の形なので,、ね、で横づれを含む、えー、逆断層型はこれはプレート境界にはない地震の在、まあ、り方ということで、えー、この2つの地震に共通しているのはスラブ内地震ということになります。 で、スラブ内地震と言いますと皆さんよく勘違いされがちなのが深いところで起きるいわゆる心波地震と、ねえー、捉える方っていうのは多いんですけどもこの2つの共通点が深さが20キロ前後ということで、えー、浅いんだけどもスラブ地震というのは、ねえー、ちょっと疑問に思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、えー、この敦賀トラフの地域に関しましては少し複雑な、まあ、感じがあるんですね。 えー、これはどういうことかと言いますとですね、えー、沈み込んでいるこうプレートというかですね、えーまあ、沈み込みのこう具合というところでこう見ていきますと、えー、これが静岡県のですね、えー、静岡市はこう浜松方面に向かって、まあ、より深く沈み込んでいるとで、えー、逆にこの三,あの三島とかですね、伊豆半島方向にかけまして、まあ、ちょっと広がっているというちょっと言い方があるかもしれませんけれども。 まあ、あのこういった地域では、まあ、プレート境界型で、まあ、浅い地震というのは、まあ、大体、この三島とか伊豆とかこの辺りに、まあ、集中しやすいというものがあります。で、えーまあ、浅いんだけども、えーまあ、静岡県の三島、あのあの清水中心であの周辺で起こった地震に関しましては、まあ、おそらく、まあ、スラブナイ地震であろうというのが、まあ、見解です。 なのでこれ2009年の駿河湾地震と極めて近い、えー、類似している地震が起きたというところで、まあ、おそらくこの地震に大きく関係している可能性は極めて高いと思います。 でこの2009年に発生した駿河湾地震に関してなんですけども、えー、これが一応東海地震のねまあいわゆる前兆活動と当時は言われてたりもしたんですけども、まあ、結局はそこから10年経っても東海地震、えー、含めまして、えー、南海トラフ管内で、まあ、大きな活動というものはこう見られてはいませんただ、あのー、スロープ現象というものが南海トラフの水域では一応起こってはいます なので、このスロープ現象がまあ起きているということは、今後気をつけなければならないということは、これは間違いないんですけども、あと10年くらいは、私が考えても、南海トラフ管内で、この大きな地震活動というのは少なくともないんじゃないかなと見てはいます。ただ、あのー、一番あの注意していかなければならないという点なんですけども、 えー、この静岡県とかこう愛知県とか含めましても、えー、ここ、えー、2021年に入ってきてからは地震活動が活発になってきているということですねこれは、えー、愛知県や静岡県にかなり活断層が走っているということも、まあ、あるというところで、えー、特にこの伊豆周辺での地震が、まあ、ここ数年は結構頻繁にこう起きていて、えー、場合によっては震度4や震度5弱の地震が、まあ、起きたりもしています。 えー、これは駿河トラフにはあまり関係はないんですけども、まああのー、こういった地震もね今後また見ていかなければならないのかなと思います。でまたちょっと隣の県なんですけども、えー、長野県でもですね、えー、地震活動がかなり頻繁になってきていまして特に静岡・糸魚川構造線、えー、そして神谷・堺峠断層帯、えー、それ以外の断層帯におけましても、まあ、地震活動が活発になってきています。 えーですので、こういったところでまあ地震が起きますと静岡県や愛知県でもかなりの被害が出そうだということでまあ注意していただければなと思います、えー、もしえ糸魚川、静岡、構造線がまあ動くということなのであればあの最悪マグニチュード8を超える巨大地震になる可能性は極めて高いです。 えー、マグニチュード8を超える直下型地震といいますと、えー2000あの、2000じゃないですね、えー、1889年ですね、えー、ありました、能備地震、えー、これは国内最大規模の直下型地震といわれています。えー、ネオダニ断層が顔出したということで有名なんですけれども <laughs>、えー、このネオダニ断層、まあ濃尾断層帯の一部なんですけれども、えー、この濃尾断層が、まあ、あのネオダニ断層、まあ、含めましてこう まあの突出したというところで、えー、愛知県や福井県などで、まあ、震度7を観測していたと言われていますでもしこの静岡・糸魚川構造線が、えーまあ、もし動くとするのであれば長野県内では全域ではほぼ震度7になるとでまた山梨県や静岡県でも震度6弱や震度6強の強い揺れに襲われる可能性は極めて高いと思って見ています でこの静岡糸魚川構造線を引っ張っていきますと、えー、実はです、ねえー、富士川断層帯というです、ね、富士川断層帯に、えー、ぶつかるんです、ね、富士川河口断層帯、えー、こういうのがです、ね、実はあります、えー。その名の通り、富士川のですね、河、え、口、ー、付近にこう断層帯が断層がこういくつも走っているんですけども、えー、こういったところで今、ま、後、あ、まあ、発生するとなると、まあ、駿河湾地震、 えー、含めまして、えー、駿河トロフの、まあ、地震が、えーまあ、誘発される可能性は極めて高いんじゃないかという、ねえーまあ、地震の専門家たちもこうしゃべってはいますねで。また南海トロフが逆に先に起きてしまうのであれば、えー、富士川河口断層帯でも、まあ、誘発される可能性は極めて高いという認識もこうあったりとあの、なので静岡県の一番危ない断層帯というと、富士川河口断層帯、まあ、この断層帯は極めて危険な状態であるということは変わりないんじゃないかなと思います。 そして神谷堺等で断層帯なんですけれどもえ、こちらではですね、えー、長野県の松本市とか、ですね、まあ、こういったところでまあ震度7にまなるというところです。でさらに、えー、長野県のこう大町付近、ですね、こちらでも地震が活発になってきています。でこの大町付近に関しましては、非常に静岡・糸魚川構造線内に組まれてはいるんですけれども、えー、過去に大町地震と呼われている、えー、マグニチュード6を超える、えー、大地震が起きた事例もこうあるんですね。 えこれはあのまあ定期的に起きているというところなんですけども。 ええー、まあちょっと地震活動としてはまだちょっと小さいっていうところはねあるんですけども、ただ長野県内で群発しているというところで、まあ長野県ではおそらく、えー、国内の中では地震のこう威力確率が、えー、最も極めて高いレベル、ええー、まあ一応私がええー、見見ているまああの危険レベルですね地震のレベルでは、えー、最大のレベル5に、えー、しています。また長野県と北海道この北海道に関しましても、えー、サロベツ断層帯や北海道南東沖千島海溝沿いでの地震が 切迫してててていいいるる可能性があると見ていて、えー、北海道でも同じくレベル5に推定されています、えー、このレベル5とかレベル4とかにつきましてはまた別の動画で詳しく話していくんですけれども、えー、レベル4に推定されている地域は、えー、青森県のですね三八上北から茨城県にかけましてこれは、えー、東北地方太平洋沖地震の、えー、10年後に起きました2021年、えー、2月、えー、13日の福島県沖地震の、まあ、誘発地震が、まあ、このかなり こう起きる可能性が極めて高くなったというところで、えー、一応レベル4に、えー、しています、えー。宮城県に限りましてはレベル4から下がることは一切ないんですね。で岩手県とか、ねえー、福島県とか茨城県とかにかけましてはレベル3だったんですけども、この福島県沖地震や、えー、宮城県沖地震を受けまして、えー、レベル4に、えー、上げさせていただきました。なのでこういった地域は今後もマグニチュード7クラスの地震にぜひ注意していただければと思います。また太平洋側ですね、えー千葉 県東京都、神奈川県、こういったところもですねまだレベル3ではあるんですけれども、地震が切迫している状況も考えられています。特に相模トラフや、えー、三浦半島、断層部、こういったところで地震活動が、えー、まあ、ちょっと考えられているということで、えーまあ、今後レベル4に上がる可能性は極めて高いんじゃないかなと見ています。 のねえー、まあかでこう切るところは今のところレベル3として、えー、していますまあただ、えー、長野県だけがね本当に危ない状況にあるのでまぁ、あ、そこだけがレベル5であるということですねでその他レベル4になっている地域としましては石川県、えー、石川県をレベル3からレベル4に上げました 能登、えー、半島地震って皆さん知ってますかね、能、え、登、ー、半島地震というのが過去あったんですけども、能、え、登、ー、半島付近でちょっと地震活動が極めて高い状態にあるということで、ちょっとレベル4に上げさせていただきましたね、そしてその他レベル4に上がっている地域について、えー、見ていきますと、熊本ですね。 えー、ひなぐ断層帯で実は動いていない区間が実はありまして、えー、八代からですね天草、足利の方向にかけまして、えー、2016年の熊本地震では動かなかった地域、えー、断層帯が,断層があるんですね、えー。ここで起きますとマグニチュード7クラスになりまして再び、えー、熊本県で震度7の水揺に襲われる可能性は極めて高いと見ています。ね はい、えー、またあの琉球海溝、えー、これは南海トラフから伸ばしていった方向にあるんですけども、ここでも地震活動が活発になってきています。えー、こういったところでも今後、地震活動にぜひ注意してください。ということで最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひお楽しみください。